にじむ街の日を二人見ていた。さま走り止めた。林哲司さん、デビュー50周年おめでとうございます。中西圭三です。今回はですね、悲しい色やねという曲をですね、歌わせていただくということで、まあ、AOR とは何たるかということも、その世界観をですね、まあ、教えてもらった、まあ、僕にとっては、大切な曲、でございました。林哲司さんとは、まあ、今年の1月に、六本木の方で開催されました、シティポップをテーマにした、イベントで、まあ、初めて、お会いさせていただきましたけれども、僕は、まあ、林さんの素晴らしい旋律、音楽でですね、育てられてきたという、まあ、本当にそういう、実感を持っております。まあ、僕も、まあ、本当に大名曲を、まあ、どんな風に歌おうかなというところだったんでありますけども、自分らしくあの頃感じてた切なさ、まあ、そして、今感じられる音になった感情での、こう、切なさっていうのもですね、なんか歌に込められればなというような思いで歌わせていただきました。ぜひね、聴いていただければというふうに思っております。中西圭三でした。